ちゃんさん、12月10日ですね。木村さんはやりたい髪型、髪色を事細かに説明される場合と、すべてお任せで任される場合と、どちらが良いですか？ちなみに自分に合う髪型や髪色が分からず、こうなりたいなと思うモデルさんはいるのですが、自分に合うかどうか分かりません。木村さんはパッと見て、あ、この子は短い方が似合うな、前髪があった方が似合うな、こうした方がもっといいのにな、といったことは感じ取ったりされますか？失礼な言い方でした。すいません。いつも思ってますよ。はい。結構いつも思う内容ですね。はい。そこは。なので、そうですね。お任せ。で、任されたら、もうバシッと任された感じでやりますね。具体的にこうですよ、なんですよ、ビジュアルで見せてくださいとかって言われるとちょっと逆に困っちゃいますね。任せますって言われたら、任してもらったら全然困らないです。で、あとは、説明を、してもらえれば、それに合わせて表現しますし、どちらでも全然大丈夫ですかね。で、あとは、まあ、その、この子は前髪あった方が似合うかなとかっていう判断も、ありますよ。だから、そこで言う時もありますし、それで、なんていうんですかね、お客さん自体がちょっと主張がもし強そうな感じであれば、かわすこともありますかね。はい。でも、いろいろ感じることはたくさんありますんで、まあ、なんでも相談してくださいね。はい。以上です。12月8日、タカチャムさん、こんばんは。以前からブログを拝見しておりました。ちなみに私は中2の女子です。ヘアライン時のことで質問したいのですが、小学校6年生の頃から3ヶ月に1回ストパーをしに、美容室で通っています。ストパーをしていたらサラサラすぎて1つか2つ結びしかできません。ストパーやってる人でもできるアレンジを教えてください。はい。これは、ストパーをやってる場合はまたなんかブログで詳しくできたらいいかなと思うんですけど、ストパーをやってる場合はホットカーラーもしくはアイロンで、巻きを入れといてあげてからじゃないとアレンジは難しいですね。あとは、宿毛矯正がかかっている場合でしたら、ワックスをしっかり下付けをしてから、やらないと難しいかと思います。またそこも詳しくやってみたいと思います。はい。ちかこさん、12月8日、はじめまして。いつもブログ見てます。高校2年生の近子です。最近前髪が生え癖みたいなのがついてどうしても治りません。それに前髪結構深くからあるはずなのに薄いので、作り方がいけないのでしょうか。ぜひ教えてほしいです。生え癖の部分に関してはちょっと見てみないと分かんないですけども、ストレートパーマっていうのをかけて行った方がいいかなーっていうのと、前髪深くからあるはずなのに薄いっていうのは、もともとの多分毛量が薄いという部分があると思うんで、まあ理想的なビジョンがあれば形で、美容師さんに見せてもらって、で、多分アイロンで巻くっていうので結構厚さが出るんじゃないかなっていうふうに、思いますんで、またそこら辺もし近くでしたら、まあ見せてもらえたら、ね、ちゃんとしたアドバイスができるかなと思うんですけれども、僕はアイロンを使ってスタイリングをすればもしかしたら、少し厚みは解消されるんじゃないかなっていうふうにも思います。はい。木村さんお疲れ様です。質問なんですけど、カラーの8レベルってどれぐらいの明るさですか？高校卒業して染めるの楽しみにしてたんですけど、バイトで規制があるんです。よければお返事お願いします。はるかさん、1月24日ですね。8レベルっていうのも実は、カラーのレベルスケールっていうんですね。その何レベルとかっていうのはレベルスケールというものがあって、それがメーカーによって全部ばらつきがあります。何レベル何レベル何レベルっていうのが、なので正確な8レベルっていうのは、存在しません。はっきり言うと、だからみんな人によって解釈が違うものだというふうに思っておいてください。まあただ自分が思う8レベルっていうのは、僕のこのこれ地毛なんですけど、僕はこれを5トーンと呼んでますね。5レベルです。これの3段階上のものであるっていう判断をすればいいと思うので、だいたい8トーンだと、
ですね。これぐらいになるかなと思いますね。分かりづらいかもしれませんが、この辺りの、明るさだっていう風に判断していただけると8トーンっていうのが分かりやすいかなっていう風に思います。ただそれは、人によって変わってしまいますんで、やっぱり8トーンっていうよりはもっと下げといたの方が持ちはいいですよ。はい。私の髪質は細く猫っ毛でカラーリングが抜けていくと黄色くなるのが嫌なので少しでも改善したいのですが、私みたいな髪質に合った春のおすすめカラーを教えていただけませんか。気になっているカラーはピンク、ラベンダー、パープルなどです。アイリさん、1月22日ですね。黄色っぽくなる方っていうのは、まあ、大半ですね。細くて猫っ毛の方は基本的に退色というものがすごい早いんですね。早くこう抜けてっちゃうんですよ、ザーッと。なので基本的に思ってる、明るさよりも暗めの設定でカラーを考えます。でピンク、ラベンダー、パープルっていうその3つとも暖色っていうものに入るんですね。で基本的に暖色っていうのは、落ちが早いってこう一般的には言われてるんですよ。でも実際は、両方落ちが早いわけでもなくって、同じように落ちてるんですけれども、色の濃さが、見える色の濃さが、やはり暖色の方が強いので落ちてるように感じてしまうんですね。なので落ちてないような感覚でやるんだったらアッシュ系がいいです。でアッシュ系で思ってるものよりも暗めの設定で、あとはもう一回ちょっとやり方とかもあるんですけれども、中性カラーだったりとかやり方の、方法論っていうのはたくさんあるんですけれども、そこの部分でいろいろ美容師さん相談して、ブラウン系の濃いもので、でそしてアッシュ系でっていう言い方をすると、もしかしたら、落ちにくくなるかなというふうに思いますので、もしよかったら参考にしてみてください。魚介美味しそうを楽しんでください。寒いのでお気をつけて。一つ質問なんですが、宿毛矯正をしてからどれぐらい経てばパーマかけても大丈夫ですか。宿毛をしてるのにかけたら髪が痛むしパーマがかからないからやめた方がいいと言われてしまいました。もう宿毛をかけてから1年くらい経ちます。ユミさん、1月22日ですね。魚介は美味しかったです、ありがとうございます。宿毛矯正かけてから、パーマは、基本的にかけない方がいいです。これは僕もそういうふうに思います。っていうのは、宿毛矯正というものがかかってしまっていると一度癖があるものをまっすぐにしたところにまた柔らかくしてこうカールをかけようとするっていう、こう二重にこう無理な力がこう働いてしまうんですね。そうなってしまうとどうしても髪の毛にすごく負担がかかってしまうし、まっすぐになろうとする力プラスカールをつけようとする力が働いてしまって、その部分でこう、どうしても負担で、あとはうまくかからなかったりとか、そういう現象がどうしても基本的に起きてしまうんですね。なので基本的にはおすすめはしません。ただホットケアパーマと言われているデジタルウェーブだったりとか、エアウェーブっていうカールのかけ方に関してで言えば、もしかしたら、綺麗にかかる可能性もあるので、よかったら試してみてください。はい。マニアさん、1月20日ですね。可愛すぎる、ツヤ感、質感、サイド、メイドともにパーフェクトですね。素敵すぎる。エミチーが大好きで、木村さんにエミチーのカラーをお願いしたいんですが、新規で土日予約取れますか。地方なので平日はいけませんが、木村さんにいつかお願いしたいです。ありがたいお言葉ですね。鈴木エミさんのカラーですね。土日でも、新規のご予約は受け付けていますが、割と早めのお時間とかそういうところで受けてるようにします。新規のお客様は最初のカウンセリングでちょっとお時間の説明だったりとか料金の説明だったりとかもしてるので、できるだけちょっと詰まりがないようなところで、取っていくようにしています。なのでまあ早めの時間とか11時からオープンしてるので11時あたりだったりとか、そういうところだと、すごく細かく見やすくなるので、よかったらそのあたりのお時間とかで、ぜひお待ちしております。